注意。毎度のごとくこのコーナーで扱うのはクラゲさんの試験でございます。所属機関、組織、団体とは一切関係ありませんので、その点ご了承ください。はい、どうも、ドクタークラゲさんでございます。科研費書類を書いている合間に収録をしております。もうめちゃめちゃ大変だよね、この時期ね。はい。まあ、金言資源ということでね、毎回ちょっとネタを練るのにすごいなんかある程度考えなきゃいけねえからさ、なんかこうやって、収録の時間も編集もね、あるし、アップロードの合間も空くんだけどさ、でもよく考えたらさ、大学教員が言えば何でも金言資源になるんだからね、なんか毎日5分ぐらいクラゲさんの金言コーナーみたいな感じで生配信でもいいんじゃねえかって感じがしてきましたけどもね、うん、そこまで来るとなんか宗教かかるからさすがにやらねえと思うけど、まあでも、なんかもうちょっと軽くお送りしてもね、いいコーナーな感じがしてまいりました。はい。まあいいや。で、まあ今日の話なんですけど、まあ私もね、たまに知り合いに言われるんですよ。お前のコーナーはなんかもう研究者とさ、博士課程ぐらいしか対象にしてないと。ね。もうちょっと若手の人間に、若手って学部生とか高校生とかに役に立つコンテンツをやれよとそういう風に言われるのでね。金言資源なんかめちゃめちゃ役に立つコーナーだと思うんですけど、まあちょっと今日はね、お若い方にもお役に立つような話をしたいと思います。それが、まあ今回のサブタイトルにも入ってる100万プラス1という話でね。うん。まあ、ね、だから研究者になるっていうことに、まあ俺は散々さ、このチャンネルで警鐘を鳴らしてるわけですよ。よく考えろと。ね。うん。で、まあ研究者になることに、まあどういうさ、ね、適性というか判断をしたらいいのかっていうようなことを、まあ、ね、まあ皆さんにお伝えする中で、まあ一つの要素という話を、まあ思いついたので喋ろうという、結局思いつきでやってんじゃねえか、このコーナーな。はい、まあそういう感じなんだけど。まあ早速ね、研究者、まあ皆さんなるかならないか、あるいは研究者の若手の方でも、研究業に残るか残んないかを悩んでる方がいらっしゃると思うんだけど、その時にね、こういう考えしてみたらいかがだろうかっていう話をします。で、皆さんさ、例えばニュートンとかガリレオって知ってる？ここで知らないなら研究者やめちまえって言いたくなるんだけど、まあ、それはともかく、ニュートンやガリレオっているじゃないですか。で、まあ、まあ、本業学者じゃない司祭みたいな人もいるけど、まあ、基本的に学者として有名だと。で、なんか皆さんさ、こういうこと疑問に思わない？中世とか近世のヨーロッパとかでめちゃめちゃ有名な学者さん多いじゃないですか。で、現代はもっと人口が増えて学者の数も多いのに、なんで中世や近世の学者の方が有名だったりするんだろうって。実はこれちゃんと答えがあるんだよね。これどういうことかっていうと、ガリレオとかニュートンとかあの辺の、まあ、いわゆるね、ある論理の始祖みたいな人って、0から1を生み出した人じゃない。0から1。まあ、せいぜい1から2ぐらい。まあ、そのぐらいの人じゃない。で、現代はその後のいろんな学者さんが研究をしてきた結果、100万ぐらいの知見が詰まってるんですよ。もうすでにあるんですよ。で、まあ、正直俺はガリレオやニュートンとね、脳みその出来は変わんないと思ってます。そのぐらい優秀だと思ってるんだけど、そうだって俺が刻めるのはやっぱり彼らと同じ1なわけよ。科学業界で刻める足跡は。うん。で、100万の上に1を刻むわけ。で、まあみんな学者さんってそうですよ。だから、例えばさ、その中世とかで10の上に1を刻んで11にした学者と同じ働きを俺がしないといけないとなったら、100万の上に10万刻まなきゃいけないわけですよ。そんなの絶対どない無理。どんな天才だろうが無理。体が一つだから。うん。だ意味わかるよね。だから、現代で俺たちが刻めるのってどんだけ頭いいやつでもせいぜい1の成果なわけですよ。100万の上の1。これを100万に1プラスするこの活動を、まあ皆さんどう思う？ここでもし、なんだよ、1しか刻めねえのか、俺の働きなんてちっぽけなもんだなって思うやつがいたら絶対研究なんかやめた方がいい。研究業界にも入らない方がいい。そんな奴は生涯頑張ったってせいぜい1しか刻めません。うん。ただその逆で、100万の素晴らしい成果の上に俺が1も刻ませてもらえるの？ワクワクみたいな。そんな奴は絶対に研究業界にいらっしゃい。うん。あなたみたいな気概の人が必要。はい。で、まあ今の話聞いてね、入りたい奴なんかいねえよって思うかもしんないけど、実はオプションで、オプションつうかまあ運次第でね、100万の上に刻んだ1が、1000にも1万にもなるんですよ。これ何？一番ね、有名な例ではノーベル賞。ほら、ノーベル賞ってさ、大抵ジジイが受賞するイメージあるじゃないですか。あれどういうことかわかります？若い頃とか中堅ぐらいにやった研究が、ジジイになった頃に評価されるんですよ。だからノーベル賞はある意味長生きの賞って言われてて、その評価される前に死んじゃったら受賞できないよね。で、その評価されるって何かっていうと、その、
若い頃やった1の研究の後ろに1万以上の研究が後ろに付随するから1万の価値を持つってイメージなのね。ああ、だからどういうことかっていうとさ、例えばさ、下村治先生もう亡くなっちゃいましたけど、ほらおわんクラゲから緑色の GFP を発見されたあの先生、あの先生って別にね、体の中のあらゆる構造を GFP で照らし出したいからって理由で発見したわけじゃないんですよ。これは下村先生に話を聞いた人に聞いたので確かです。だから将来役には、それはね、あらゆる分野で役には立ちましたけど、あの方は本当に科学的なね、オワンクラゲのさ、そのタンパク質を発見するっていう、そういう興味のね、研究で1を刻んだわけです。で、それがその後めちゃめちゃ評価されて、いろんなのの始祖になったから、ノーベル賞ということになったわけですよ。で、その時にまだ存命でしたからね。はい。だから、そうな、ノーベル賞っていうのはそういう感じなんですけど、じゃあ、科学の評価で言えば、その評価される前に亡くなっちゃったら価値はないのかって言えば、全然そんなことはない。亡くなった後に100年、200年経って、それが始祖になってめちゃめちゃ多くの研究が後ろに付随してきたら、それこそその人間の成果は1000とか1万って言われるようになるわけだよ。はい。そういうこと。だから、みんなの研究が1位なわけじゃないよね。だけど、ここで今話で大事なのは、生きてるうち、自分が研究してるうちは、やっぱり1なわけですよ。だから将来どうなるかはわからない。ね。俺の研究だと将来なんか1万にはならねえような気もする。ちょっと俺の場合は話が違うんだけど。その1を楽しめるかってことなのね。今俺がちょっと違うっつったのは、俺はね、自分自身で自分の成果を、1万とは言わないけど、100とか1000にブーストさせることができる人間なのよ。早い話だ、この YouTube とかね。だってさ、俺が天ぷらイソギンチャクやチュラウミカワリギンチャクでいくら稼いだと思ってる？金じゃない。名誉の話。名誉と名声の話。正直、天ぷらやチュラウミって、研究成果としては本当に1だよ。この1程度のものを、俺自身がめちゃめちゃ売り込んで、ブースト、ね、PR してブーストさせて、100とか1000の成果のように見せてるのね。だから俺今、だって、生物業界ではっきり言って俺を知らなきゃ、若手で知らなきゃ潜りってぐらいの有名人ですよ。だけど、それも、ね、俺自身が1000の成果を上げたのではなく、俺自身が1の成果を1000に見せかけてるだけなのね。こういうところで手の内ばらすのもしょうがねえけどさ、話のネタになるとすればいくらでもやるよ。はい。そんな風にして、俺自身はちょっと違うんだけど、だからね、皆さんに言いたいのが、ノーベル賞にはなれないかもしれないし、俺にもなれないかもしれない。正直俺もこの後どうなるかはわからない。ね。その中で、ね、それこそ研究業界の獅子類類、獅子類類って言うと失礼だけどさ、その中で、ね、その獅子類類の100万の中の1刻むことに誇りを持てますか？持てるんだったら研究者やれ。持てねえんだったらやるな。それだけの話なんです。はい。だってそうじゃない。正直俺は自分のことを今同年代では上位 10% ぐらいに入るぐらい研究業界では成功したと思ってる。でもぶっちゃけ言うとそんなに給料は高くない。そして、何よりもむちゃくちゃやってることは地味です。ね。そんな研究業界で地味に生きる。だから日の目を浴びることはないかもしれない位置を刻めるか、それがそれに誇りを持てるかが分水嶺だと思うよ。この研究業界ではこういう言葉があって、地味っていうのは地道につながる褒め言葉と、そういう風に言われるんです。俺の知り合いにもいるしね。だからそういうね、活動を楽しめるかどうかね、誇りを持てるかどうかで、研究業界に来るかどうかを決めていただきたいと思う。これはね、だから若手の方にも、特にね、中高生の方に覚えておいてほしいことだな。派手な成果っていうのは自分の、老後、下手すりゃ死後に評価されるようなことだ。なかなか若手のうちに、派手な成果っていうのは、こういう特殊なことをやらない限りは無理です。俺だってめちゃめちゃリスク背負って、こういうことやってるわけだしね。たまたまこの YouTube で就職できたけど、ある意味逆にこれで落とされた可能性もあるわけで。そういうことです。その地道な一歩をね、誇りを持てて楽しめるかどうか、そこで皆さんがね、研究業界に、足を踏み入れて、この業界にどっぷり使うかを決めていただければと思います。今日は100万プラス1というね、話をさせていただきました。金言資源のコーナーでございました。